はい、わしやチャンネルです。今日はね、このバンバン、ちょっとね、手に入れたんですけど、バンバン 50cc。でね、まあ、これ、エンジンカバーとか、まあ、エアクリーナーとか、ちょっと欠品が多かったんですけど、まあね、年代の割にはいいものがちょっと手に入ったのかなと思って。で、これ、まあ、普段自分でちょこっと、まあ、遊びっていうか、まあ、その辺乗るのに、ちょっと購入したんですけど、まあ、普通に乗るにあたって、まあ、ちょっとした整備、をちょっと今日はやりたいなと思ってます。こんな感じで、あれですね、そう、この、まあ、エンジンカバーだったりエアクリーナーだったりっていうのが、まあ、欠品、サビはね、もちろんね、もう古いバイクなんでもうしょうがないんですけど、普通にまあ実動っていうことでエンジンはかかるんですけど、ね、こういうもうレンズ周りももうしらっちゃけてやって、あとマフラーか。マフラーもね、結構穴が開いてるんですよね。だマフラーもちょっとどうするか、溶接するか、それともちょっと違うものにしちゃうか。あとはまあこのね、ガードがやっぱりあった方が暑いんでね。でね、今回はね、これどうせ乗っていくので、チェーンをね、ちょっと変えちゃおうと思ってます。うん。バンバン50のこれ S っていうのかな、あんまり詳しくないんでわかんないですけど、 S っていうのはね、このエンジンガードがついてるのが S らしいですよね。初期型とかはなくて、うん、 RV50 のこれ3型っていうのかな。このね、紫色っていうのがあんまり見ないんでいいなと思ったんですけど、わかんないっす、詳しくないんでね、知ってる方がいたらコメントもらえればと思うんですけど、まあとりあえず今日はちょっとね、チェーンと、まあ、うん、時間であれですけど、まあもしちょっとあれだったらキャブをちょっと見ようかなと思ってます。よろしく。サビサビなんでね、これは変えちゃう。まあ、本当はね、スプロケとかも変えられればと思ったんですけど、結構スプロケも減っちゃってますよね。ただね、今日はスプロケ用意してないんで、
こんなんですね、これ見えるかな。すごっ。これちょっと待って、一旦洗う。ちょっと待って、すごいな、これ。中開けたらえらいこっちゃですね、これ。すごいっすね、中はね、ここね、うん、油と泥とほこりとっていう感じ。こんなにすごっ、何これ、ついでに綺麗にしていきたいと思いますね。から切っちゃいます、これね。切っちゃいましょう。ちょっとね、チェーン切っちゃおうと思います。で、もう一回ちょっとここを掃除したいと思います。これでだいぶ綺麗になりましたね。いやー、すごかったです、本当に。床掃除が大変ですね、これ。こんだけ取れましたね。もうオイルだの、ホコリだの、まあね、オイル関係、ホコリ、まあ泥、そういうのも詰まってて、一旦ね、まあ綺麗にしないとどっからオイルが漏れてるかとかっていうのも分かんないのでね、ちょっと綺麗にして、オイルポンプがここにありますね。ね、ターダチェーン変えようと思ったんだけど、開けてみてびっくりですね。これでチェーンをちょっとつけたいと思います。でね、まあ、こんな感じでチェーンはとりあえずついたんですけど、とりあえずね、油汚れ掃除するのがちょっと大変で、ちょっと疲れちゃいました。とりあえず、まあ、組み付けて1回エンジンかけてみて、ちょっと回したいと思います。こんな感じで、もうちょっと心折れちゃったんであれですけど、
まあとりあえず油汚れだけは取ったので、頑張ろうと思ってこれね、中古で、まあ、某サイトで見つけたやつなんですけど、まあ、エアクリーナーちょっとね、なんかね、ポロ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 中からすごいんで、ちょっと中一回開けてみようと思います。どうなってるか全然ちょっと分かんないんで、回らないんでね、もう錆びちゃってバイスで加えて回したいと思います。なんか巻いてあったんだかなんだかちょっとわかんないですけど、まあ別にあれなんで、このまんまちょっとね、つけたいと思います。カバーももう中古で見つけてあるんですよ、2つ。
もう一個のネジ箱を探します。ちょっとねもう一個のネジ箱の方を探したんだけどなくて、このカバーがねちょっと取り付けられないということで、まあホームセンターでちょっとネジを買ってこようとは思ってます。まあ次回ですね、次回の時にこうキャブちょっとまあついでにキャブを掃除して、でマフラーの方が何かまあ見つかれば一緒にやりたいなと思ってます。まあ今日はねチェーン交換でまあ掃除がメインになっちゃったんだけど、そんな感じの動画でした。バンバン50、ね、ちょっとこれからいたずらしていきたいと思います。よろしく。